行くしかねえ。ってか、こっから戻んのなっげえぞ。セーブポイントなかったか、あれ。うーわ、めっちゃ戻ったぞ、これ。くー、あいつしんどかったな、ほんと。一通りはやった後なんだけど、だいぶ戻ったな。さすがにこの辺は戻し作業になるな。あっちはまだ早いのかな？いや、もうあれ以上ないと思うんだけどな。帰ってきたぞー。これ下何があるんだろうな。なんもないのかな。なんかあったりするかな。もしかしたら何かあるかもしれないぐらいの気持ちで見ておいてもいいかと思ったんだけど、なんかいるな。そんな厄介な相手ではないか。グリップビームがないと進めないんだよな、多分。でもどっちみちグリップビームないとここまで来られない時点で。グリップビーム、まあこうなるのか。なかなか大変だぞ、この地形。この上は何もないか？ありそうではあるが。ありそうではあるが、普通にやるのは大変そうだ。すげえ、大車輪してるじゃん。はっ！上にもなんかある。上にもなんかあるが。ああ、そうか、そういうことか。上に何かあるだけか。何かあるだけっていうのもおかしいけど。でも一瞬見えたけど、あれだね。普通に開けられない扉だったっぽいな。どうしよっかな。とりあえずボス再戦を狙うか。スーパーミサイルでダメージを与えて、なんとか攻撃を避けるってことだけに専念すればいけるのかな。というか、ここ行ったっけ？なんか正面するしなかったっけ？あ、セーブあるけど使えない。やっぱりか。全部の機能が死んでるっぽいな。となるとやっぱり、でもそうか。電源系統が死んでるんだとしたら、あのボスを倒したら電源復活っていう感じなのか？行くしかねえか。あいつの撃破が必須な気がするんだよな。きついけどな。セーブさせてくれよと思うんだけど。くそ、直前で体力を削ってくるとは。やるか。リベンジ行くぞ。とりあえずもう、つかこの時点でダメージ判定あんのか。めっちゃ痛いし。この謎の敵。この幽体状態だったら触れても問題はないから、とりあえず、まずは、いなす。体力をほどほどに回復させてもらいつつ、痛い。やめてくれ。避ける。避けられてない。そう来るね。で、ここに来たら、狙い目。これでダメージを与える。で、ダメージを1回与えると、これをやってくる。こっちか。こうか。え、違うな。うん、左右に振ってはいるっぽいな。だからタイミングが分かれば避けられそうではある。避け方はまだ分からんが。だから左と右どっちから来るかっていうのを意識して、最初は右か。だからこうで、違う。こう。お、いける。ちょっと惜しい。ちょっと惜しい。毎回ちょっと惜しいをやるんじゃないよ。なんとなく分かったな。あの感じの避け方で、一箇所だけ、なんか避けやすいところがあるみたいなつもりでいれば、避けられる気がする。避けられるとは言っていないがな。なるほど、なるほど。まだなんとなく希望は見えてきているぞ。ダメージを与える。で、最初は右、最初は右。違う、だな、こっちだ。今度はこっち。今度はこっち。避けられてないんですが。くそ！いけそう。もうこれ、弾をいくつか削るとかじゃなくて、全部避けるつもりでいた方がいいような気がするな。危ないでしょうが、やめてくれ。やめてくれ。そろそろ構えてくるぞ。めっちゃ見てる。めっちゃ見てる。なんでこんなゼロ距離で来るの？はあ、どっち？やめろー！体当たりをするんじゃねえ。ん？この状態か。だいぶ赤くなってきてるね。やろう、赤くなってきてんぜ。痛いんですけど。ちょっと待って、削られすぎじゃないこれ。また来んの？はあ、チャージショットをもっと活用するべきだったか。当たんねんですか。でもチャージショットが今当たったぞ。もう、まだなの？まだなの？さすがに死ぬよ、もう。私死ぬわよ。いいのか？俺死ぬぞ。そろそろ来るぞ。いる。くそ、ここだ。ダメなの？ダメなの？まだなの？耐えたりしてくるぞ。え？違う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 。間違えてるよ。自分で切り替えた X-ray スコープのせいで、なんか、ボスクリアの演出が入ったかと勘違いしてしまった。自分の行動に騙されてはいけない。来るよねー。痛いんだって、だから回復回復、上を削る。よしよしよし、上を削るんだ。回復させて回復させて回復させて。俺を見るな、俺を見るな、俺を見るな。どこ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 、そこか。デブルッ、あやったか。わらがきは寄せ、わらがきをすんな。爆発してるな。俺諦めないぞ。最後まで。恐ろしいことが飛んでくる可能性を。大丈夫か？大丈夫なのか？よかったー！やっと破壊したぞ、こいつ。回復量が足りないんじゃないか。危ねえ、なんとか2回目で行ってきたわ。だからこいつに2回やられてたらな、ゲームクリアとかできねえからな。なんだこれ。え、なにこれ。あ、そうか。やっぱあいつが電源系統か。ってことだよな。これで多分ビリビリしてるから触ったらダメージ食らうんじゃないの？試しに触れてみる？ですよね。よかった。あんまり大したダメージじゃなくて。これを確認したかったのは、多分これで色々と機能が復活しているから、色々進めるようになっているものがあるはずというのを見たかっただけ。こいつ何なんだ？やっぱり動いてるな。待って、また！おま、懐かしいもん出てきたな。あの輪っか、リンカじゃないか、もしかして。メトロイド初代に出てきていた、輪っか野郎。ララ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 。太陽光回復。ここも開くよ。で、ここがマップがあったんだよね。よっしゃー。で、これで真ん中へ戻ればセーブもできる。ボスも撃破した。オッケー。しかし今回はボスマップの表示なかったな。ちょっと意外や意外って感じですが。魂打ちをする宇宙海賊の恥みたいな、そういう存在だったのかもしれない。エネルギー、どっかで回復してよ。とりあえず一旦これ上戻って、セーブを狙っていかないとね。セーブセーブ。なるほどね。これ電源が戻ったことによって、見た目的には、あれだね。わかりやすくなったんだけど、みたいな。そういう要素もあるでしょうね。こうやって敵が動くようになってきたり、このところどころに、むき出しの配線が電気で、妨害をしてきたりするわけだ。あれ？あ、ここじゃなーい。この上か。しかし、あそこもなんか新しいものがありそうだね。まずはセーブ。セーブの重要性を思い知らされたからな。オッケー。よし。なかなか順調じゃない？マップも手に入ったし、探索を続けたいのだが。左下になんかあるのをまずは見るか。で、左の方は？行き止まりなのかな？マップ確認した上でこれだったらもうこれ以上はないか。怪しいけど、まあ、とりあえずまずは下かな。下の一瞬スルーしたところだね。何があるかな？お！スーパーミサイルか。あたた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 。こっそりダメージ食らってるけど。スーパーミサイルだけだったか。まあ、こういうところに超重要アイテムが隠されてるとかあんまりないだろうからな。ほどほどにスルーするぐらいがちょうどいいかもしれないけど、まあ、今回取ってみたいよというぐらいかな。言うてもな、ボス戦でミサイルとかスーパーミサイルは使うだろうから上限を増やすのは超大事だろうしな。本当はもっと積極的に探すべきなんだろうけど。こいつは何なんだい？こいつは何なんだい？俺に恐ろしい体験を与えるための存在かい？ん？登れない。そういう時は下に何かあるんじゃないのかい？と思ったけど何もない。こういう時は、X-rayスコープ！君の出番だよ。何もないかい？何もなさげ？ここに何もないということであれば、あいつをノックバックさせて、程よいところで凍らせるのが正解みたいな可能性もあるけど。どうだろうな。それともここは帰ってくる方面？という可能性もあるけど。登れねえ。凍らないな。凍る気配がない。え？凍らないじゃん、こいつ。凍らないけどチャージビームだったら一発ということは、ダッシュ？ダッシュじゃないよな。あれー。通れないな。水中で動きやすくなるスーツがあるとか？なんかな、このままで終わるのかっていうぐらい、水中での軌道はもっさりしてんだよな。なんか強化があっても良さそうな気はする。まあないのかもしれない。単純にコツをつかんでいなくて動きづらいプレイヤースキルの可能性もなくはないけど、さて。おー、いつの間に成人復活してんの、お前。おかしい。元気が復活した途端に急に成人が湧いてくるなんて。実はどこかに隠れていたのか。そしてこのエネルギーさん、何かを放出している？いた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 、やってくれてんじゃねえか、お前。エネルギー。ちょっとタランってなってんだよね。電撃の弾が落ちてんのか。ペロン。あれ？左はまだダメか。下もなんもないもんな。テロリン。避けて。ふゆふゆ浮いてる。よいしょよいしょよいしょ。なるほどね。このガラスの中にいたやつが今浮いてるやつなんだろうな。この弾では、こいつではないよ。この成人ではないんだけど。この弾だね。じゃあなんか生物なのかな、こいつ。左は通れる。なんかあるかい？え？上の方に来ちゃった。こうなるの？わからんな。ということは、あの右奥に何かあるのを探した方がいいか。一旦戻りまして、成人、玉ころ。あれ？帰れなくなってる。うっそん。一旦下から帰れってか。そういう誘導の仕方をしてくるわけ。ならば致し方があるまい。痛い。でもだいぶ回復したからな。ちょっとご利用し、できるようになってきた。なるほどね。だからここから一旦下へ戻ってくれということ?ぽいけど、せっかく上来たんだったから、上の方にしかないものをまずは探索しないとね。なんだこれ。どこへ続いているというのかね。何かあるのかい?ハサボウ!こんなところに!どうしたんだ、ハサボウ。気になるな、あいつ。あいつに乗っていけばどこか行けるのか?乗ってみよう。どこまでも行ってくれるのかい?どこまで行くんだい?めっちゃ行くけど。お、ハサボウまだいた。いっぱいいるんだな、ハサボウ。上にもハサボウがいるよ。あのハスボウに乗り移れるのかな?ハスボウさん、ハスボウさん。グリッピングできるかな?ノン。しかし上にいるんだったら、このハスボウに乗るのが正解では?これでマップを全域確認できるようになる?マップを全部埋めるためには、こういうやつがいないとダメでしょ的な?違うな。ん?こいつか。こいつに乗ると?これでなんか、あるかな?さすがになんかあるんじゃないかなと思うけど。上の方に何か隠されているとか。ん?なんもないやんけ。さすがにこの上の方に何かあるとかではないよな。なんだろうな。本当にこれ、マップ埋めるため用のやつかな。これより上があるのかな、マップ。可能性はいろいろあるが。ビーム。とりあえずボスを撃破して、気分は報告。え?これか。はっ!ちょ、そういうことー!なるほど。あれをエクスレイサーチャーで見ておくべきだったんだな。というかさ、これグリッピングビームでいけないかな?グリッピング組んで、ね、ちょうどいい高さにあったから、これでミサイル取れたらな。いいんだけど。ダメかな?グリッピングって言ってんだからな。これぐらいやってくれないと困るなという気持ちはあるんだけど。ビビーン、ビビビビビン。こっちの方はなんもないか。ちょっと試しにグリッピングで取れないかだけやってみよう。ひたすら遠くで撃ってれば、取れるなら遠くから取れるし、取れないんだったら、素早くボールになる作戦を取ろう。なんかな、結局壁を破壊してミサイルが見えただけで終わりそう。ビームビームビーム。ですよね。くーやってくれたな、お前。くそー。ハサボウに裏切られました。この下に何かあるんだけど、降りていい?ん?なんかあるかな?ん?スーパーミサイル。これは完全に見ないとわからないね。なんだこれ。まだなんかある?下に行って、あー、ここにミサイルがあるのね。じゃあ、これで壊して、こうでいいのかい?この白い点はこれのことだけかな。他にもあれば、見ておくべきなんだろうけど。まだありそうだな。でもこれ、入れないよな。厳しいか。一旦降りないとダメだな。となると、あー、ここまで戻ってきちゃうわけか。厳しいね。というか、この白い玉って、そうか、なんかあっても、残り続けるのかな?となるとなんか、大事なものが残っているかどうかはわからないんだな。まだ取り逃しがありますよという合図なのか、かつてここにはミサイルが置いてあったんじゃぞっていう意味なのかは、俺にはわからないということだな。グリップ。ドン。え?うそーん。なんでそんな寂しいことをするの?あの魚意外と痛いな。ん？ちょっと待って。なんかあったー。ちょっと怪しいなとは思っていた。ちょっと怪しいなとは思っていたんですが。ボムジャンプできねえ。なぜ？重たすぎるのか。え？じゃあ、どうすればいいんだ？あ、そういうこと？これジャンプ中でも丸まれるからか。そういうことね。なるほど、なんか、そういえばできるんかなと思ったけど、そういうことだったのか。今まで全然意識してなかったからな。まさかできるとはみたいな感じで思っていたわ。OK。しかしこれで、また一つ重要な情報を手に入れた感じがする。なるほど。空中で丸まりができるから、それを活用したアクションというのが大事になるわけだ。